気がついたら今僕はここにいた。一軒家を借りてね、島にね滞在しております。マットが床に置かれてその上で寝ております。家の中は近代的なんですね。外はジャングルっていうね、そういうところでございます。東京からね、家ごとね、テレポートしてね、ここに到着したみたいな、そういう雰囲気が漂います。南国ですからね、日差しがねすごいんですね。バックパッカーからね、物をいっぱい取り出してですね、自分の家のようにね生活しております。バナナとかね、パパイヤとかね、周りの人がくれるんですね。パソコンもね広げることができましたね。缶詰とかね、パンとかね、なんかココって書いてありますけどね、鮭缶かツナ缶、ツナ缶だったと思いますね。リンゴがね、リンゴとミネラルウォーターが冷蔵庫の中に入っております。ジャングルでございます。バナナの木とかね、ヤシの木とかね、いろんな木が植わっておりますね。その中に道が伸びておりますよ。今日もお散歩でございます。小さいトットちゃん、お魚さんが泳いでおりますね。かわいいですね。一生懸命水が濁っているのは何ですかね。天然の汚れなんでしょうか、下水でしょうか、ちょっとよくわかりません。気がついたら今僕はここにいた。ミクロネシア連邦というね国なのかな、国があるんですね。中は4つのね州に分かれております。今回訪れたのはヤップ州でございます。ヤップ州にもいろんな島があります。今回訪れたのはヤップ州のヤップ島ですね。そこの市街地はコロニアという場所でございます。日本列島から見たらこんな距離感のところにありますね。これがヤップ島でございます。そして今回から滞在するところはね、再びここに、戻ってきましたね。ワニアンっていうところでございます。